1855年、一戸兵衛は津軽藩士の家に生まれた。陸軍学校に合格後、西南戦争に出征し、見事な活躍を見せる。日清戦争では、先遣隊長として出征。弾丸の飛び交う戦場にて、仁王立ちで指揮を執り、味方を鼓舞した。日露戦争では、旅順攻略戦の第1回総攻撃において、唯一、敵の捕虜の占領に成功。第3回総攻撃においても、唯一、敵の捕虜を占領した。その活躍を聞いた明治天皇は、その捕虜は一戸捕虜と名付けようと発したという。一戸兵衛の活躍もあり、日本軍は旅順を攻略。それは日露戦争の勝利につながっていく。57歳の時に第一師団長に就任。世間は彼を乃木希典の再来と呼んだ。その後、陸軍大将、学習委員長、帝国在郷軍人会会長などを歴任し、76歳で亡くなった。庭付き観音境内には一戸兵衛が揮毫した忠魂碑が、英霊たちの鎮魂のため今も佇んでいる。